ドリームチーム。ロンバルディアの選手たちのレベルの高さを目の当たりにして自信を喪失しかけていた石崎。しかしゆかりの励ましによって立ち直り、改めて自分のサッカーを貫くことを誓ったのだった。見てろよゆかり、俺は俺なりのやり方で頑張るからさ。もうあの時みたいにおじけづいたりなんかしないで。時間は遡り、ロンバルディア練習初日。すげえ、スピードもテクニックも俺なんかとは比べ物にならねえ選手ばっかりだ。これがロンバルディア、世界トップクラスの名門チームか。国際スポーツ大会の代表にも選ばれて少しは自信あったんだけどな。そんなもん一発で吹き飛んじまったぜ。石崎さん、どうかしたんですか？さすがにレベルが高い選手が揃ってるなと思ってさ、俺がこのチームの一員になったってのがまだあまり実感できてないんだよな。イタリアの名門ロンバルディアですからね。俺もドキドキしてますよ。石崎さん、イタリアじゃ俺の方が先輩ですし、困ったことがあったらいつでも頼っていいですからね。なんだと急に先輩風なんか吹かしやがって。くる言ってて。でも確かに葵がいてくれるのは心強いぜ。なんせ海外で暮らすなんて初めてだからよ。イタリアのパーフェクトキーパー、ドイツのミューラーと並んでヨーロッパトップクラスの実力者だ。その緊張しないでねってジノが言ってます。ああなるほどな。ブラッツェブラッツェ。石崎さん、まだイタリア語の発音に慣れてないみたいですね。よかったら今度俺が教えてあげますよ。イタリア語もそうだけど、サッカーだってもっと上手くならなきゃな。せっかくロンバルディアに移籍できたんだ。俺だって少しは結果を出さねえと。でも本当に俺このチームでやっていけるのか。
葵もこの間までカブリングだったし、あのヒューガだってトップリーグで活躍できずレンタルされてたんだ。ロンバルディアと契約はしたものの、このままじゃレンタルされちまうかも。というよりそっちの確率が高い気がするな。石崎さん？なんでもねえよ。さあ練習しようぜ葵。そして現在ロンバルディアチーム練習後、初日の練習から数日が経ち、ゆかりに励まされた石崎は葵と自主練習に励んでいた。石崎さん、今日はすごく気合が入ってましたね。ゆかりに言われたんだよ。俺は俺なりのやり方で頑張ればいいんだって。俺を信じて応援してくれてるゆかりのためにも、恥ずかしい姿を見せるわけにはいかねえんだ。もともと俺は弱小チーム南葛町のキャプテン。それが翼と出会えたことでここまで来れた。才能なんかない俺が努力だけでプロになり、代表選手にも選ばれたんだ。石崎さん、今の俺はこのロンバルディアで一番下手な選手なのかもしれねえ。だけど最後まで諦めるわけにはいかねえ。持ち前のガッツで全力で努力し続けてやる。俺もロンバルディアに帰ってくることはできたけど、ここでどれだけ通用するかは分からない。でも国際スポーツ大会でもやれたんです。このチームでも頑張ってレギュラーになってみせます。だな。そのためにももっともっと練習するぜ。分かっています。でも今は俺たちは必死に努力するべき時なんだ。石崎さん、次は走り込みをしましょう。あ、行くぞ葵。懸命に汗を流す葵と石崎をラウル・クルーペ監督は静かに見守っていた。努力するだけではアピールにならない。プロである以上、結果こそが全て。結果を残せない者に開けておく席などない。それはチームにいる誰もが当然のように理解していた。翌日、開幕を間近に控えたロンバルディアは最終調整のため他チームとの練習試合を行うことになった。明言こそされなかったが、それがレギュラー選抜に向けて選手たちを見極めるためのものであることは明らかだった。ついに試合か。練習試合とはいえロンバルディアでのデビュー戦、俺ちゃんとやれるのかな。
もちろんだ。練習試合でビビってるわけにはいかねえ。俺だってしっかり結果を残してヨーロッパで通用するってところを見せてやるぜ。